日本も全二大会で悔しい思いをしています。せめてアスリートの方々には、友好的に未来を見つめ、お互いを高め合ってほしいですね。日本がどうのこうの言っているのは、選手というよりも韓国マスコミの方だと思う。選手にとっては、日本は目標のうちであって、因縁とかまでは考えてはいないと思う。 はんジュニアは自分に足りないものをしっかり認識して向上心があるところは好感が持てるさすがはジョンフ正直東京五輪から思ってたけど本当に上手いし自分らは何が違うのか何をしたら日本に追いつけるのかを貪欲求めてるんだよなあの中日のジョンボムが親父さんだからなのか どのみちくぼで止まる気ではなし、できれば父と同じく中日で力を試してみないか、と言いたいが、もはやメジャーへ行って将来を担うべき逸材になっとる。ぜひともメジャーでその力を見せてほしい。攻撃的な国民性の中にあって、イ・ジョンフは紳士的で謙虚だと思う。日本人にも好かれるタイプの好青年では韓国の弱点は昔から変わっていない。 パワー重視の打撃と投球飛距離や球速は日本人よりも上の選手が多いけどゴリ押しで細かい野球ができない守備力や連携に乏しいのが最大の欠点韓国で GG 賞を受賞した選手は日本やアメリカでは摂取なことが多い野球のバランスとしてはメキシコに近い感じあくまでスポーツです 戦争でもないし命を取られるわけでもありません今の韓国の野球を見て子供たちは野球をしたいと思うのでしょうかできれば子供たちが夢見る選手になってほしいと思いますそのためには韓国国民の選手に対する考え方等を改めて変えていけばよいのではないでしょうか実際戦った選手はちゃんと分かっている 韓国メディアのヒステリックな報道が選手個人の見解を無視して異常なたきつけ方をしてる韓国の世論が情報操作して負けは滞在他国は全て憎き敵という植え付けをキャンペーンしてる印象彼らにとってスポーツであっても国際大会は戦争と同じ立ち位置なんやろな勝てば官軍負ければ俗軍徴兵制度がある国やもん 他国ととは考え方がが根元から違うこういううここいいい選手がいててそ良くくなっていくと思う日本野球だけでなく日本で生活したこともある分冷静な観察と判断ができるのかもまたイスンヨプなど日本や MLB でのプレー経験が長い元選手が韓国代表チームを率いる方が良いのかもしれないですね。 言い訳とか誰かのせいにするのではなく、冷静に自分の今の実力と問題に向き合っている。イ・ジョンフだけは他よりもレベルの高い選手だった彼は来年にはメジャーに行ってしまうが、彼のような詩を持った選手が増えれば韓国は脅威になるだろう。今回、韓国戦で一番勘単かった選手です。K リーグ MVP 級の実力は本物で。 さらに向上する意識も高い。メジャーにも挑戦し、さらにレベルアップしてこう敵手になるはず。その前に1年だけでも日本でもプレイしてくれんかな。1年スパンで見てみたい。今回の結果を見ても一郎が言ったように向こう30年は日本にかなわない。当分は国際大会に伊豆に力を蓄えればよい。 予選リーグでも実力は微妙スポーツマンシップは最低クラスだったので韓国と当たりたくない国も多いのではこの選手は実力もあり良識ある人ですね今後は MLB で活躍されることを応援したいと思いますダルビッシュに敬意を表したのも良かったです立派なスポーツマン精神を韓国球界も韓国マスコミもそろそろ変わらないとね 日本に接辱するよりは私たちの実力を育てなければならないこういう選手が主力にいる韓国ナショナルチームはまた手強いチームとして日本の前に立ちはだかるでしょうね日本も油断してはならない日本に接辱とかいつまで言うんだかそもそも野球というスポーツは日本と戦うための競技ではないからな 日本に勝つことが目的化してしてまう韓国。日本は韓国を見ていないわけではないけどあくまでも一対戦相手として見ているこの時点で見ている目線が違うんですこれだけ日本の野球を意識しているのなら日本人監督を招兵するくらいの胆力を見せないと強くなれないと思う。